私は1年半ぐらい前からふわーんっていうとめまいではないんですけども、ふわーんとしちゃってて、なんていうんだろう、更年期障害なのかなって自分と思って、ほんでやっぱり脳外科にも行ってるし、いろんなかかりつけの病院にも行ったり、内科にも行って、最終的には精神科にも行ったんですよね。だけど悪いところはないけども、ただ更年期から来てるんじゃないですかって、だからホルモンのバランスが崩れてるとか、なんていうの、だから薬もその安定剤をくれるんですよね。安定剤をいただいて、それを半分にして飲んだりとか、一粒飲んだりとかの、最初飲んでたんだけど、やっぱり眠くなるっていうか、強くなっちゃってて、それで、それがちっとも治らないっていうか、で、病院に、どこの病院行っていいのかはもう分からなくて、私、それで、昨日ちょっと、友達のところで泊まったんですけど、今来るときもやっぱ不安としてて、不安定っていうの、だからその更年期障害なのかなと、運転するのにも怖くて運転できないんですけど、もう自分では気持ち悪くって、もうどこにも出かけられないっていうか、もう精神的なものがあるから、何か自分で好きなことやりなさいって言われてるけど、なんか嫌っていうか、力出たくないって言うんだけど、出たくないんだけど、仕事をある程度持ってるんです。一月に10日ぐらいね。そうするともう運転が怖いなと思ったり、そのどうしよう倒れちゃったりとか、不安ばっかりで、だから仕事もあんまり集中できない。それは医学的な原因じゃないんで、病院に行っても全くダメなんですよ。だから更年期かなと思ったり、更年期にも影響するんですけど、更年期という分野ではないです。別の分野なんです。何が起こってるかですね。皆さん見てくださいね。カメラに向かってなんですね。カメラに向かって普通に歩いてください。はい、いいですか。はい、普通に。そうです。じゃあ戻ってきて、もうはい、いいですよ。普段こんな状態です。で、今度はこれです。今度はこれをつけます。それで、はい、一人で歩いて。はい。わかります。一人で歩けるでしょ。今ここに来て、一人で歩いてって言ったら、先に一人で歩くのがもうおっかなびっくりの感じだった。はい、一人で歩いて。すぐ足出ますよね。足出るんですよ。じゃあ座っていいですよ。はい、何が起こってるのか、これは病院行ってもわからないですよ。これはそういう問題じゃないです。これなんです。宇宙と地球とあなたの不思議な関係っていう、人間はこの地球に住むことでいろんな現象に遭います。それはここに書いてあるのを見れば、これはある場所に行くと、人っていうのは影響を受ける。それは、パワースポットとか言って、いろんな今ありますけども、ああいう場所もそうです。それから神社なんかもそうです。これは神社のマークがありますけども、神社は人が入っちゃいけないっていうマークです。これは。だから昔から、ここから人が入っちゃいけないですよ、ということで、大きな神、こういう鳥を立てたわけですけども、今はその神社の中に人が入ってきます。神社の中に人が入っていると、その土地っていうのは人が影響を受ける土地なんです。
で、その影響を受ける時に生えるわけですから、影響を受ける人っていうのは1割から2割ぐらいいるんです。そうするとその神社で影響を受けたものが神社から外出てもその影響は抜けないんです、ということが起こるんです。これは昔からそうなんです。大昔から世界中にあるんですけども、そういう現象があります。そういうのが土地の影響というんですけども、その時にお守り、神社に行くとお守りがあります。お守りばらしたことある人います？あります。なんか何やってました？なんかいろんな字書いてあったのと、ちっちゃな仏さんの神様みたいなの、うん、字と神様、何ですか？何守り、ええ、ど中身バラシメイさん、あのバラすと出てくるのは大体木です。切れっぱし、木の切れっぱし、その切れっぱしとかその木で作った、だから何て言いました、神様みたいな、そういう木で神様を作ったりね、機械で作りますから簡単に作れるんですけども、要するに里の人でした、それとも木でした、字もそうですけど、墨で書いてありました。はい、墨ですね、墨で書いてあった、それとか、うん、いいです、すいません、墨で書いた字とか、それから、神様ですから、多分木で作ったものだと思うんですけども、っていう、要するに墨っていうのも木です。木を、あれは、だから墨にしてそれを吸って書くわけですから、本当は木です。それ今貼ったでしょ、それ木なんです。それはシルクです。シルクですけど燻製したんです、樹木を。ご神木です。神社に行くとほとんどご神木があります。この神社はそういう場所ですよということをもう知ってるんです。だから神社に入ってきてその影響を受けた人が神社から外出るときに影響を持って出ないように、その自己ご神木、木ですよ、木を切って、そして持って帰る。そうすると影響を受けないんです。ところがそんなことは分からないですから、今はお守りにしたんです。だからその神社に行くとお守りがくれます。そうするとその神社に行っておかしくなったと言わなくて済むわけですから、神社としてはそういうことをやる必要があるんですけども、要するにそれはそのご神木を燻製にしたんです。つまり何が起こったかというと、土地の影響、多くの場合そうです。ある土地の影響、あるところに行くことで、月ってあるでしょ、何かに使われるとかっていう、まあ、よく狐月とか言いますけど、まあ、狐月っていうのも土地の影響、その土地に行くと粒子があるわけですよ。こう石っていうのは全部粒子がありますから、そういうところのその場所ということで、ここは人が寄りつかないようにということで、しめ縄をしたり石を張ったりして、大昔は人が入らないようにしてたんです。でそれが戦争とかいろいろあったりして、長い時間経ってる間にそこに祠を建てたりしてる間に、だん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 大きくなって神社なんて行っちゃったっていうだけで、そこの神様は何もその言われは知らないです。神社ができるもっと前、もう地球ができてからずっとそうですから、そういう場所は世界中にどこでもあるんです。でそれはこんな町の中でもあります、交差点にもあります。でそういうところで普通に歩いてて足がつまずいたりっていうことが起こるのも、やっぱり同じ影響です。それは普通なんです。地球っていうのはそういうものなんです。という中でたまたまそういう影響を受けて、精神的にも肉体的にもそういう影響が持続する人がいるんですよ。っていうのが、そのうちそれが持続するとうつになるんですよ。だからそういううつ症とかっていう、そういう人の最初の原因は沈んでるんです。沈むというんです、地球のにいることで自分が浮いたり沈んだり、浅野さんは沈んでるんです。で、立って今こう取りますから、でどうなっても一回歩きます。歩く？歩く自信なくなっちゃうんですよ瞬間にね。で今どうなってるかというと、今どうなってるかというと、地面、足がつけてるところが地面と思ってないんです。この地面よりも3センチ下、3センチ下が自分の地面だと思ってるんです。だから歩くときにこの地面よりもその下の方がそうなってるっていうのが今そうなってます。で今は頭の中でそう
あとは脳がなってますから、そうじゃなくて、それよりも上3センチが本当の地面というふうに今頭で思って、そして歩く。頭でそう思いながら。3センチです。今回言いたんですね。3センチです。はい。歩きます?歩けるでしょ?そうなんです。3センチ上は歩けるんです。でも何もしないでいると、はい、普通に歩いている。この床でも下が自分の地面だと思ってるから、そこを踏もうとしてもその先に足に当たりますから、もう不安定なんです。で、これはそのご神木を燻製にしたものですから、今その状態を正常にする木と一緒です。それをつけると頭の中はこの地面が自分の地面だと脳は思ってるんです。だからそれに思わなくても歩いてみてください。3センチになると思わなくたって勝手に脳がそうなるんです。どう思います？そういう感じでしょ、うん、そうなってるんです。こんなこと今の医学って分からないですよね。医学じゃないんです。人間と人間に起こることです。だから人間医学なんです。言うんであれば西洋医学じゃないんです。それ張ってる間はそういう効果があります。それがなくなったら3センチが地面、分かりますよ。3センチ上、3センチ上、しっかり足が、地に足つけて歩いてるでしょ。足に重さが来るでしょ。もう一回、3センチ上ですよ。この感じですよ。で、今度普通にして。普通にして。何も考えないで。自信がないです。っていうことですから、これを貼っておきましょう。で、なくさないようにテープでまた取れないようにして、一日貼ってるんです。もう一日中、これ私はこういうのやってます。この中にそれが全部入ってます。これはマイナスの9って言います。マイナスの9って言うんですけども、今私の中にそれがいっぱい種類があります。ここに全部種類があります。その中でマイナスの1、マイナスの2、マイナスの3ってありますけども、マイナスの10まで、マイナスの9です。相当に強く引っ張られてますということです。それを身につけてれば運転しても大丈夫、これをやってればね、それやって運転すると分かりますよ。じゃあこうネックレスみたいにすればいいんですね。それだから、これが全部、これをね、洗い物するときにネックレスに、じゃあそれをくるっと巻いて、身につけていけばいいってこと。そうです。とにかく肌に触れるようにして、これだけでいいんですか。え、そう、それだけです。それだけでいいんです。病気でもないんですか。病気じゃないです。それがあることで起こっているいろんな症状っていうのがあって、それは病院行くと歯医者に行って歯に原因がないのに削るでしょ。なんで歯に原因がないんだから。でも病院の歯医者はそれじゃないとお金が払わないんです。この状態で病院行くと、だからいろいろ言ってるんだから、いろいろ言ってるんだから、なんかやっぱりしなきゃいけないから、薬も来るし、いろいろ検査もするんですよ。でも原因はそこにはないんですよ。体にはないんですよ。原因は体にないんです。外なんです。じゃあ今、整体に2か所行ってるんですか。意味はないです。意味はない。そうなんですか。でも、それを実際に自分で歩向かってみて、どう思います?これ違って?そうそう。どうですか?自信はありますよね。そうですよ。ついてるとね。そうなんです。それをしばらくつけてて、そのうち良くなります。それはいつ頃から起こりました、起こったって言いました。1年半前。そうですね。そんな昔じゃないですね。それが取れるのは普通に、そうだね。それを普通にして改善するのは1年、2年。2年半、3年、3年後です。3年後は正常になります。でも3年間はこの1枚でうまくやってください。はい、ありがとうございました。じゃあ自分がいつなるかわからないです。自分の家族もそうです。家族があれ変だなと思った時にいろんな問題が起こっている可能性がありますけども、こういう場合もあります。これはほっとくとそのうちうつになります。それで病院行っても治らないということで、
所以精神科に回されたりします。でもその原因はここです、うん、ということです、それは決して難しくないです、そういう検査が、中川先生もできますから、そういうことも相談してみてほしいですよね。